ぱ英語の参考書かなりいっぱい出てきたので、ちょっとおすすめ聞きたいですね。まあ関先生もこうしてますので、はい、これはだいぶいいなと思っておりますね。7章にわたってやってくださってて、はいはいはい、はい、始まりました。こちらチャンネル。さあ、今回はですね、はい、小林さんに呼んでいただきました。はい、キャッシュ TV の小林です。お願いします。はい、今回ですね、やっぱ英語の参考書、かなりいっぱい出てきたので。そうですね。特にだって前にあったらもう1年前ですから。そう、僕半年ぶりだと思ったら、よく考えたら1年前ですね。全然。半年じゃないですよ、もう。だいぶ経ってました。ちょっと、森田さんに触ると、あ、やけどしそうなんだよ。なんか、なんとか指とか、なんとか指とか、なんとか指とか。そう、それしかない。それしかない。まあ冗談ですけど、ね。だってもうめっちゃ痩せたわけじゃないですか、そっか。痩せましたね。入ってきた時に、ものすごい可愛い子が入ってきたみたいな。ここは痩せた人座りがちっていう。そう。痩せた人、他にもね、痩せた人いましたけど。はい、さあ、英語の参考書いっぱい出てたと思うんで、はい、もちろんね、キャスト大使でたくさん紹介されていますので、はいはいはい、ちょっとおすすめ聞きたいなと思って。そうですね。まあ、最近は全部おすすめっちゃおすすめなんですけど、はい、まあ、特にで言うと、まあ、いつもで申し訳ないんですけど、やっぱ関先生僕をしてますので、はい、そうですね。はい、最近で言うと、結構いいなって思ったのは、一番筆頭はやっぱ G エッセンシャルズ。はい、まあ動画で扱ってらっしゃったし、まあうちも何度も扱ったんですけど、まああれは非常にいいですよね。やっぱ予備校のこう講義を、まあ聞いてるかのような内容、ただ別に講義帳ではないんですけど、テキスト自体は。で、しかもまあ読んでいきやすいんで、一個一個で見開きで完結しているので、進めやすいし、構文ではないし、長文ではないっていう、その、いいとこ取りみたいな感じになっているのが、今後のやっぱ共通テストとかに出やすいと思いますね。このフレーズとかは、単語帳、熟語帳にも載ってないし、長文だとその事例はないんだけど、実際共通テストからとよく使われる言い回しだよね、みたいなのがたくさん入って、多分予備校の授業とかだと、こういうあるからね、みたいなこう言われるようなフレーズが結構入ってるかなっていう印象でした。そうですね。はい。別に数えてはないですよ。はい。いや、わかります。僕も、その、技として取っといてるものですね。なるほど。河合塾の総計クラスだったら見れるところが、ボボボボボボってたくさん出てくるんで、あー、本にされたーっていう。はい、だから、ね、多分見る人が見ると素晴らしいけど、はい、ちょっと既存の参考書ルートにこだわっちゃうと、うんうん、構文でもないし長文でもないから使えねえじゃんってなっちゃうんですけど、そうですね、はい、まあ、そこのね色眼鏡を取って、うん、見ると本当にいい本だなと思いましたね。そうですね。なんで、はい、武田塾でもやっぱルートという感じよりはまあなんか副教材的な、まあ、ポジションに置くかなって言ってましたね。まだ構文長文でもないしって言ってたんで、うちはもうがっつり入れました。おお、なるほど、はい、その参考書ルートというか、うん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 、はい、入れましたね。じゃやっぱり関先生のそれが、そうですね、はい、まあ、僕はあの英文読解のあれの進化版だと思ってますので。ああ、なるほど、あれか、うん、アニメのやつ。そう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 、まあ確かにそうやればそう、でもちょっと違いますよね。そうですね、コンセプト違うんで、うん、そうですよね、載ってる内容がだいぶ進化してるというか、うん、現代になってるなっていう、両方教えたんですよ、僕両方使って、同じ人に両方やってみて、すごいやっぱ現代化した感がすごいあるなっていうので、表現とかもですね、うん、であとオリジナルで作ってるっていうのもやっぱすごいですね。あ、文章がそう、確かに確かに、出るようなのをこうそこのピンポイントだけをこう抽出して、それを中心に新たに文脈をきちんとつけるですね。英文読解の講義のところでは切り抜き感がすごかったんで、はい、切り抜いてるなっていうので、あ、ここの文脈わかんないじゃんっていうのがあったんですけど、それがなくなってたんで、あ、やっぱり進化版だなっていう感じがした。入試作るのに困ってる時代の先生とかがあれ使ってな問題作りそうっす、うん、英文翻訳の。なるほど。チャット GPT ありますか、あれをちょっと変えてみたいって言って。いや、おかしくないなと思うぐらい。、はい、じゃあこれが一冊目と。はい、そうですね。じゃあ2冊目いくなら、はい、同じ関先生なんですけど、これは本当直近の入試英文法の革新、はいはいはい、タイトルちょっとうろ覚えなんですけども、はい、これもいいなと思いましたね、うんうんうん、関先生ポラリスがやっぱり有名なんですけど、はい、どっちかっていうと、まあ、内容をしっかり説明するというよりはやっぱ演習で確認をしていくっていうその五分五分からならちょっと演習偏るみたいな感じだったんですけど、かといって入試英文法大全もいいんですけど、はい、やっぱあれ読破走るとちょっといかついです、ね、しかも最初の方に例えば名詞とか形容詞とか、うんうん、その品詞の説明とあと語文を7章にわたってやってくださってて、それは今まで実は関先生の本なかったんで、これはいいなと。スタディサプリ、まあ見ちゃえばいいんですけど、あくまで参考書学習がいいなって方、特にこう初学者ですかね、中級者というよりは、そういう方には非常にいい本だと思います。なるほど、まあ、初学者向けって感じですか、まあ、どっちかといえばまあ初心者から中級者ぐらいまでじゃないですか。ポラリスの前の、あ、前じゃないですか。あ、なるほど、はい、あれ読んでポラリス解くとか、ただあのポラリスと並びが違うので、あ、そうか、はい、なのでやりながらポラリスはちょっとやりにくいかもしれないですね。でも逆にポラリスだと最初の方
に結構家庭砲とか来ちゃってて、はい、ドキッとする子いると思うんで、うん、まあ、一旦確信見てからわーって見てからポラリス解きながら復習するみたいなのがいいかもしれないですね。そうですね、並びが自生上同士家庭砲ですもんね、最初ね。そう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 、はい、なるほど、もうさすが研究してます。いやいやいや、はい、そして最近だとですね、あの竹岡先生の英文熟語改訂版、はい、上下、これはだいぶいいなと、はい、思っておりますね。もともと英文熟語は素晴らしかったんですけど、まあ、さらにその中の文章が半分ぐらいかな入れ替わって、うんうんうん、より新しさもあり、最近入試出たなっていうのもあり、かつ音声講義が 2,3 分なのがいいんですよ。全部30分だと膨大な時間かかるじゃないですか。だけど 2,3 分でかいつまんで話してくださる音声で、で音声だからデータも軽いからスマホとかで生産が聞きやすい、しかもそのただ書いてあることを音読するんじゃなくて、例えばこの問題のポイントはこっちの問題にも書いてあるぞとか、ちょっとこう授業っぽいことをやってくれるので、その音声の価値があるんですよね。なので非常に独学の味方になる内容になっていていいかなと。ただちょっとやっぱり構文を取る本としては少しボリュームが多いので、少し難関大志望というかね、上位性の子向けなのかなと思いますね。なるほど、レベル的にはどこですか、解釈のやつだと。まあ難しいんですけど、例えばあれで東大とか十分かというとちょっと違うとは思うんですけど、はいはいはい、でもそういうところを狙っていく、東大とか薬部を狙っていく子たちですかね。あとはだいぶ余力のある私立文系の上位の子ですかね。はい、そういうところを目指す人。そうですね。どうですか、英文解釈入門70とかあと基礎100か、はい、あの辺の上になりますか、あれと並びます、上というのはレベルですか。あ、レベル、はい、まあ、レベルで言うと基礎100から、無印ぐらいですかね、の間ぐらいです、あの難しさだけでなら無印の方が難しいんですけど、はい、ただ、はい、うちの塾では会社の技術シリーズはちょっとさようなあのフェードアウトしてますね。ルートとしてはやっぱ医薬がちょっとっていう声がかなり多いんですよね。そうですね、そこは根性でご利用してたんですけど、はい、もうやっぱ最近の子には全くもう通用しなくなってきたので、はい、他にもいい本あるんでそっちを使うようになりましたね。なるほど、よりいい本っていうのは何なんですか。よりいい本ですか。あの竹岡先生の入門英文問題成功、これ英文問題成功ですね、はいはい、緑色の縁のやつですね、はい、あれを使うようにしてます。なるほど、はい、でレベル高い子には英文10個行ってもらって、ほうほうほう、でさらに行く子は例えばクラシックとかコレコレとか、はいはい、そっちに行ってもらうようになってますね、はい、なるほど。竹岡先生分析してるんですよね、すごい、うんうんうん、入試問題を分析してて、で教員向けの講座とかではその分析データを渡したりしてますからね。そうです、すごいんですよ、めっちゃ分厚い、こんな感じですよ。ジャガポックルこんな感じの、はいはい、それぐらい分厚いデータも使ってるんですけど、それぐらいたくさん研究して、ね、生徒たちの答案をね、はい、たくさん見てるんで集めたデータっていうのを見ることができるって感じですね、うん、そうですね。あとは、まあ、去年になっちゃうんですけど、同じ竹岡先生なら、はい、あの基礎英作文問題成功、はい、よかったですね、はい、はい、おすすめしてます。あれはまあ非常にうちでも対応させていただいてますし、あとは関先生の英作文ポラリスですね。あ、英作文ポラリス、あれもよく使ってます、ね、はい、まあ、生徒さんによってちょっと使い分けてる感じですかね、うんうんうん、どういう人にこっちがみたいなのあります。そうですね、ある程度関先生のやつはやっぱ中身がすごいんですけど、はい、なんかゼロから書けるようにするとかではないので、うん、なんかそっちの方をやんなきゃいけない子は竹岡先生を先にやってもらうとか、はいはいはい、あとは品質英作文完全攻略って古い本なんですけど、はいはい、それで結構大量に載ってるんで、うんうん、それを一気にやっていただいたりとかしてますかね、はい、そういう形でやってるわけですね、はい、まあ、僕もやってみてその竹岡先生の新しく出たやつは、ああやっぱ、はい、新しいというか、うん、そうね、もうトピックとかですね、自由英作であればもう本当最近の絶対出るっていうトピックが並んでるんで、うん、あ、やっぱ分析してるなと。だから自分が同じように自由英作の参考書作ってくださいって言われて絶対選ぶトピックが並んでるんで、うん、あ、やっぱりな。で、和文英訳を見ても、あ、はいはいはい、やっぱりこのやつ選ぶよね、この構文出すやつとかこういうやつ選ぶよねっていうのが並んでる。もう一応ね、河合塾で英作文担当でしたんで、英作文要員としていたので、だからあ、さすが竹岡先生って感じでしたね。そうですね、まあ、でもそんなとこですかね、最近で言うと、うん、あの解釈のポラリスは、はい、ああもちろん、はい、いい本なんですけど、関先生ばっかになっちゃうとまた叩かれるかなと。いやいやいや、そうです、ね、はい、まあでも全然いい本だと思うんですけど、はい、まだ1だけかな、はいはい、あれ、もうそろそろまだ出てない、出てないですよね、はいはいはい、なので1だけだと厳しいというか、うん、ああまだ足らない、はい、まあどうですかね、よくて G マーチぐらいのレベル感なので、だから今言ったような本を例えば塾校とかは厳しいよって子が最初にやるのはいいと思うんですけど、はい、その次がまだないので、まあ出てくれば当然おすすめのシリーズになるかなとは思いますね。この辺が小橋さんのおすすめの最近の英語の、そうですね、英語だと、はい、その辺かなと思いますね、うんうんうん、やっぱりね、いいものたくさん出てきてますんで。そうですね、今年結構良かったんじゃないですか、はい、あえて言わなかったですけど、はい、森田先生の本が売れてるらしい、はい、ああ、そうだ、共通テストのやつ、はい、そうだった、はあ、忘れてた
すごい儲かってると聞いてます、ね、いや儲かってる、僕は監修ですから話聞いたら大体4対3対1ぐらいなんじゃないかっていう。あ、そうなんですか、はい、まあ分かんないです、もしかしたら3対1ぐらいか分かんないですけど、はい、それぐらいなんじゃないか。小橋さんの方でもちょっとじゃあそっちの話しようかな。はい、ぜひ共通テストのその英語の方ちょっとねおすすめしてもらえればいいかなと思うんで、はい、なんて天下のキャストダイスですから。いやいや、そんなことおすすめればもう天下なんですよ、ね、はい、あの弱小チャンネルで申し訳ありません。いやいや、とんでもございません、はい、ではではまた、じゃあ小橋さんのチャンネルも貼ってありますので、はい、ぜひキャストダイス TV もご覧ください。はい、ご視聴ありがとうございました。テキポコチン。